アダモ東京都ダダバーイエーめっちゃうございますということで、ね、復帰話の収録が終わりまして、ね、帰ってきたところであります、そしてですねメッセージをいただきまして、FM 復活ちゃんのホームページの方でメッセージを募集してるんです。そちらで、シールくださいっていうのを書いていただいた方のみ、一応ね、ほら、欲しいか欲しくないか分かんないのに、なんこれみたいな、ね、あるので、まあ、もし書きそびれたという方がいたらね、メッセージを送ってね、あ、そういうの忘れてたとかね、そういうのあったらまた、送っていただければね、と、ということであります、ね、これが、放送がですね、10月の26日、ね、日付と、サイト、お名前をね、ちょっと書かせていただきました。こちら、ね、はい、という形で、ね、送らさせていただきます。ありがとうございます。ですね、26日ですね、そう、放送でも言ったんですけど、そのね、2週まとめて撮ってるんですけど、一週目ですね、メッセージの読み方がわからなくて、ちょっと、それでちょっとね、読めなかったんですけど、まあそんな感じでね、まあまあ、ちょっとしたお手紙と、ね、そちらを、送らさせていただきますので、ね、何ここには、コピー機がないので、もう手書きで書くと言って、一番ね、そっちの方がいいんじゃないかということでね、こちら、送らさせていただきますので、よろしくお願いします。まあ、もしですよ、もし欲しいなという方がもしいれば、もうこれはもう、基本抽選とかじゃなくて、もう、基本読んでいくという形でね、やってますので、もしよかったら、ね、FM ふっかちゃんのホームページから番組にね、送っていただければなと思います。で、11月のメッセージテーマとかがあるんですけど、それはもうフリーです。自由ってことです。何でもいいよという形に、しました。11月ね、特にほら、季節的にさ、まだね、ほら、年末年始のっていうのはちょっと早いでしょ？ 11 月ってなかなかね、大変なんですよ。まあ、それもありまして、あとね、ラジオの中でも言ったと思うんですけど、ミーコールさんへのメッセージがこっちへ届いてるっていうね、まあ、面白いからいいんですけど、ね、そういうこともありますから、ね、ありがたいです。はい。そちら、ね、池袋 FM の方に、また持ってきますので、ね、よろしくお願いします。はい。11月のテーマね、そちらと、まあ、基本、何でもいいんですけど、別に。まあ、送りづらいという人がいれば、もう自由。ね。自由っていうのが一番送りづらいという人もいますので、あとは、何ですかね。いい話なんかあれば。あと、なんか地元で、なんかいい話。そして、深谷で、ひらがなね、深谷。これで、あいうえお作文。まあ、もし作れるなら作っていただいてもいいですし、あと、ふっかいい曲。これで、ね、状況ボーイさんもいただいてるんですけど、これは11月に使わさせていただきますんで、今回は発表っていうか、読まなかったんですけど、これは次のね、曲を、使わせていただこうということで、そちら一周回しております。1週間、2週間わかんないですけどね、次に。で、11月入ってからってことですね。だからその復活、いい曲、まあ曲、ね、なんか思い出があったりとか、ね。まあ、ただ曲、ただ単に聴きたいからというね、リクエストで、ただ曲と、なんかタイトルとか入れていただければ、それでもいいですし、まあ、そのなんか思い出とか、この曲の時こうだったとか、いろいろね、あれば、そちらを書いていただいても大丈夫です。まあ、そちらと、あいうえお作文と、あとはな、深谷、地元、深谷の方、いらっしゃれば、そちらの方も、なんか、ね、いい情報、こんなんやってるよとか、友達とよくこんなとこ行くよとか、何でも大丈夫です。人、物、場所、
ね、まあまあまあ、具体的に僕は何々町、何々、ね、何々、何丁目に、何番、何号に住んでます、みたいなね、マンション何々に住んでますとかいうのはないですけども、はい。ね、それは送り先じゃねえって話ですから、まあそんな感じでね、送っていただくということで、お待ちしていますんで、よろしくお願いします。それでまあまあ欲しいという方だけね、個人情報のこともあるので、そんなの書かなくても全然、メッセージだけだったら送れますんでね、よろしくお願いします。基本、全部読むという形で、今やってますので、ちょっとね、日にちが遅れたりとか、ずれたりとか、まあ、あと時間の関係上割愛する可能性もあったりとか、ね、いろいろあるとは思うんですけども、基本読まさせていただきます。はい。まあ、最悪お名前だけになってしまう可能性もあるんですけどね、まあ、でもそんなないと思うんですけどね、今んとこね、そんなにじゃんじゃがじゃんじゃが来てるわけじゃないので、っていうかね、他の番組のやつは、ね、ホルダーに入ってるんですけど、で、自分のところの番組のホルダーを開いてみるという感じなんですけど、まあまあ、あんまりね、他の番組の見ちゃいけないから、わかんないけど、なんかいっぱい来てそうだな。すげえな。みたいなね、ちょっと思う気がしますけども、わかんないです、それはね。はい。というわけで、よろしくお願いします。書きましたんで、お送りしまーす。ということで、ね、もし、ご希望の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。この、YouTube じゃないからね。とりあえず、ふっかちゃんのホームページから送ってくださいね。これがないと、ほら、なんか人気のある番組か、ない番組か、みたいな、その判断もあるし、ね、ちょっとあんまりこういうこと言わない方がいいんですけど、ね、そちら。で、オンリーの、これはね、企画というのになってますんでね、よろしくお願いいたします。長々とすいません。ありがとうございました。では、送りますんでね、ありがとうございました。どうも、どうも、東京ドーム、どうも、どうも、東京ドーム、どうも、どうも、東京ドーム、どうも、どうも、東京。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、します。そして顔のチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。